西東京市、花バスの、車両西東京市、マスコットキャラクター、イコイーナラッピング花バスは、東京都西東京市のコミュニティバスである。2001年1月21日に,に、にーヤ市と田梨市が合併して、西東京市が発足。翌2002年3月、西東京市、花バスとして、運行開始した。1996年に開業した、旧、豊野市のコミュニティバス。 キャンバスを継承、発展させる形で開業した。なおこの記事では、花バスの前身となった、キャンバスについても記述する。田梨駅、東伏見駅、ひばりが丘駅、法屋駅と市内の公共施設や住宅地を結ぶ。2016年4月1日から、第4、北ルートが小平市内の花小金駅への乗り入れを開始した。西武バス、滝山営業所。 関東バス、武蔵野営業所が運行受託している。西東京市交通も参照西東京市は21世紀最初の新設合併により発足した市で東京都で最も新しい市である。多摩地域における市町村合併による市の新設は1995年の秋留野市に続くものである。法屋市と田梨市の合併により発足した西東京市は市内に 西武鉄道の鉄道駅5駅を要することとなった。合併以前より、それらの各駅から、西武バスと関東バスの一般路線バスが運行され、交通の便は比較的充実していた。しかし、地域には境外道路が多いため、バス路線の定時性が損なわれがちであり、また既存のバス路線網から外れた、交通空白地帯も存在していた。合併前の法野市では、コミュニティバス、 キャンバスが運行されており、田無市との合併後も、西東京市キャンバスとして引き続き運行されていた。しかし合併後の市民の利便性向上を図るため、コミュニティバスの再編が求められていた。このような背景から、西東京市は、市内でバス路線を運行する西武バス、関東バスに運行委託し、2002年3月より、新たなコミュニティバスとして、花バスを運行開始した。 豊谷市、田梨市、新町、及び、西武バス城釈人営業所廃止、遺憾路線も参照。キャンバスは、旧、豊谷市が1996年3月に、運行開始した、コミュニティバスで、豊谷市役所まで遠い新町地区の住民の利便を、図るため運行していた。運行は、西武バス城釈人営業所に委託していた。合併前の田梨市と豊谷市の位置関係は、 田無氏が、豊屋氏に食い込むような形で、豊やしの南部と北部で細く伸びた区域が、田無氏を包み込み、あたかも上下に腕を広げて、抱き込むような形になっていた。面積の狭い二つの市が複雑に入り組んだ、位置関係にあったことが、合併の大きな要因の一つとなった。新町地区は、旧、豊やしの最南端部分で、西部新宿線田無駅のさらに南側に位置し、 東西に細長く伸びた町域が、田梨市と武蔵野市の隙間に挟み込まれる形になっており、西端は小金井公園付近にまで伸びていた。西武池袋線法屋駅近くの法屋市役所からは、遠く、市役所へのアクセスが極めて不便な地域であった。そのため、新町六丁目から西武新宿線東伏見駅を経由して、 豊谷市役所へ至るコミュニティバス路線として、キャンバスが運行された。東京多摩地域では、1980年代に、武蔵村山市内循環バスと日野市ミニバス。1995年には、武蔵野市でムーバスが開業している。1996年の豊谷市でのキャンバスの開業はこれに続く4番目のもので、多摩地域はもちろん全国的にも、かなり早い時期の開業である。 その後、1997年には、多摩市ミニバス、町田市民バス町ッ子が開業しており、2000年代にかけてもコミュニティバスの開業が相次いだ。多摩地域コミュニティバスも参照また、西武バス場石寺営業所のコミュニティバス運行住宅としては、1991年に運行開始した練馬区、シャトルバスに続く2番目のものである。高野駅の敷地の一部は、 練馬区にもまたがっており、緑バス、宝屋ルートも宝屋駅南口を発着する。なお、西武バス全体ではキャンバスに先駆け、1994年に、新座営業所で、浅霞市内循環バス、翌1995年に、新座市、シャトルバスの運行受託も開始している。緑バスも山椒花バスの停留所ポール、ラインカラーで、 色分けされている西東京市に合併後も、当初は、方谷市時代のキャンバスをそのまま引き継ぎ、西東京市キャンバスとして運行継続しており、西武バス上借人営業所が引き続き担当していた。しかし、キャンバスは一般路線と同様の宅間運賃制で、一般路線バスとの競合区間も多いことから利用率が芳しくなかった。また、田無市と合併したことで、 新町地区の住民はより近い西東京市役所、田無庁舎を利用するようになったため、キャンバスの存在意義そのものが薄れてしまった。一方で、西東京市内には境外道路が多く、一般路線バスが運行できない公共交通空白地域が多く存在していたため、それを解消するため、コミュニティバスの運行を望む声が高まっており、誕生した西東京市の4大事業として、 コミュニティバスの運行が挙げられていた。これを実現させる形で2002年3月より花バスとして新たに4路線での運行が始まった。花バス第2、第3ルートはキャンバスの路線を引き継ぎ再編する形で2002年3月23日に運行開始。第1、第4ルートは全くの新規路線として同年3月30日に運行開始した。 キャンバスから花バスに変更された際、西武バスの担当路線は、上石寺営業所から滝山営業所に移管された。また第四ルートのみ、関東バスの既存の一般路線との競合を避けるため、関東バス、武蔵野営業所に運行委託されることとなった。車体カラーも花バス専用の新デザインに改められ、新車も導入された。 キャンバス時代の専用車両はカラーリングを変更の上で引き継がれた。花バスの運行開始にあたっては乗務員を新規採用して徹底した運転技術、接遇教育を行った。この際に4名の女性乗務員が採用された。利用者に分かりやすくするための工夫として各ルートにはラインカラーが付与され、路線図やバス停留所もラインカラーで色分けされた。 また各停留所には停留所番号が付与された。花バスの停留所ポールも独自デザインのものが設置され、アルミパイプ製で、上部は各路線のルートカラーで塗られ、停留所番号が書かれた花びら型の看板が取り付けられている。一部はキャンバス時代に使われていたポールを再利用している。場合や、歩道のない停留所では、一般路線バスの停留所標識とまとめられ、 普通のものに交換されてしまった箇所もある。花バスは合併後の新しい市の事業として、運行開始翌月の4月から乗車人員、輸送収入ともに徐々に増加し、順調に利用者が増え市民の足として定着した。2002年12月2日には早くも利用者50万人を達成。これを記念してエコバッグを作成し、同年12月4日に乗客へ配布した。 また、花バスのペーパークラフトを作成し、市の公式サイトからダウンロードできるようにした。2003年には、国土交通省が調査してまとめた、報告書、全国のバス再生事例集のバス再生事例コミュニティバス関係において、花バスが日本全国のコミュニティバスの中でも導入効果が認められる事例の一つとして取り上げられた。 2004年5月21日には利用者200万人を達成。これを記念して、同年6月1日から8月31日まで、当時の専用車に赤いリボンの装飾を施した記念ラッピング車両を各ルートに1台ずつ運行した。また、花バスにちなみ、すべての車内で秋に咲く花の種を乗客へ配布した。同2004年9月1日には、第5ルートを新設した。 これにより、西東京市内の公共交通空白地域はほとんど消滅したが、ひばりが丘北東部は未だに交通の不便な地域が存在しているため、西東京市では今後も都市計画道路の開通に合わせ、花バスネットワークを拡大、順次見直ししていく考えを明らかにした。2007年と2010年に西東京市が市民を対象に行ったアンケートの結果では、 西東京市になって良かったと感じることの一位として、花バスの運行など、交通の便が良くなったことが挙げられており、花バスの存在は合併の成果として、市民から非常に高く評価されている。2013年8月1日より実施の、現行運賃は、大人150円、小200円均一。市内の一般路線バスとは異なり、前乗り先払い方式である。西部バス、 関東バスの一日乗車券は利用できない。定期券は設定されていない。運賃改定と同時に、パスもスイカなど交通系、IC カードでの利用が可能となった。バス利用特典サービスのポイントは付与されない。75歳以上の西東京市民に限り、後期高齢者医療費保険者証の提示により、経路回数券が購入できる。東京都シルバーパスは利用できない。 障害者手帳を提示した場合、大人1名100円となる。小認運賃の障害者割引はない。身体障害者手帳の第一種、精神障害者保険福祉手帳所持者、知的障害者で民営バス乗車割引所所持者は、介助者も1名まで100円で乗車できる。また車椅子利用者で介助が必要な場合は、介助者は1名まで100円で乗車できる。 運行開始より2013年7月31日までは、運賃は大人、小1 0 0円均一であった。しかし赤字を埋めるための財政負担が大きいことから、運賃値上げに踏み切った。この改定では、大人運賃のみ値上げし、小児運賃、障害者割引運賃は、据え置きとなった。無料となる対象についても、見直しとなり、利用者に一部負担を求める形となっている。また、 花バス専用回数券を車内で販売していたが、運賃改定により廃止された。その代替措置として、経路回数券が新設された。運行開始時は、バス共通カードは利用できず、2013年7月31日の運賃改定までは交通系、IC カードも利用できなかった。ダイヤは各ルートや時間帯によっても異なるが、1時間に1便から4便程度と、 なっている。年中無休で運行、平日と休日も同一ダイヤとなっている。第一ート編集北町循環2002年3月30日に運行開始。宝屋駅から、市北部の下宝屋、北町地域を半時計回りに循環する。運行開始当初は、宝屋駅、北口広場が未完成だったため、2003年4月、 改正まで300メートル離れた宝屋駅北入り口、停留所が起点だった。2010年10月1日までは、一部にスクールゾーンの設定区間があるため、平日朝の一部便は、下宝や住宅付近で迂回していたが、当該区間を都市計画道路経由としたことで、スクールゾーンによる迂回はなくなった。第二ルート、編集第二ルートで運用中の車両、 2016年改正路線及び、キャンバス時代の路線も参照ひばりが丘駅、宝屋庁舎東伏見駅線住吉、泉町循環2002年3月23日に運行開始。9、第2ルートは、キャンバスの経路を一部引き継ぎ、東伏見駅宝屋庁舎宝屋駅南口の駅間ルートに改善したものであった。 2016年4月1日の路線再編で、旧第2ルートと旧第5ルートを整理して、新第2ルートとして統合したものである。両路線の重複する、ひばりが丘駅南口から消費者センター、商工会前、荒野庁舎、如意林時間の運行回数は、日中1時間あたり2から3本運行されている。第3ルート、編集。 キャンバス時代の路線も三照田梨駅、東伏見駅線、向かえ大循環2002年3月23日に運行開始。こちらも旧キャンバスの経路を引き継いで運行された。本線の田梨駅東伏見駅間の運行は1時間に1本程度である。東伏見停留所は一般路線バスの東伏見稲荷神社停留所とは多少離れている。 本線の田梨駅東伏見線は、鉄道利用よりは安であり、乗り通し客と武蔵野大学及び、損保ジャパン事務センターが、沿線にあるため、通勤通学の利用客が多いのが特徴である。また本線は、小金井公園東、新町五丁目武蔵野大学間で、関東バスの既存路線に完全に並行するが、停留所位置は一致していない。時間帯によっては、 終点の田梨駅北口の手前で、西部新宿線の平数の踏切を渡るため、列車通過待ちで長時間停車することがあるが、田梨駅へ急ぐ際は一つ手前の田梨、市、庁舎前は指定も利用可能である。2010年10月1日の改正で、向かい台町の IHI 跡地再開発エリア内に延伸するルート変更を行い、 向井台町4丁目経由から向井台町3丁目経由に変更された。第4ルート、編集、2016年改正路線も、参照2002年3月30日に、第4ルートとして運行開始。多摩6都科学館域の関東バスの一般路線との競合を避けるため、花バス開業時から関東バス、武蔵野営業所に委託している。 関東バスのバスロケーションシステムに対応している。田無駅北口から市西部の芝久保町を経由して多摩六都科学館に至る路線。関東バスで唯一の田無駅北口へ乗り入れる路線である。ただし、付近の大梅街道上にある田無駅入口バス停に関東バスの一般路線バスが発着している。ルートがほぼ全般的に狭愛な道のため、 芝久安運動場にて上下の交換待ちをするのが特徴。旧第4ルート時代は朝のスクールズオーン時間帯のみ、田梨駅芝久安運動場で折り返し運転を行っていたが、第4南ルートになってからは時間帯を問わず折り返し運転を行うようになり、折り返し運転時の芝久安運動場の乗り場も変更された。また、 他の視聴者前バス停で乗務員交代が行われることがある。2016年4月1日の再編により、第4、北ルート、第4、南ルートに変更された。田無駅付近などの西部新宿線の開かずの踏切による遅延や、芝久安運動場玉6都科学館間の乗客減に伴い、開業以来の第4ルートを大幅に見直し、 芝久安運動場経由の南ルート、多摩六都科学館経由の北ルートに再編された。同時に、小平市内への乗り入れが開始され、南北両、ルートとも、東京都小平合同庁舎を経由して、西部新宿線花子金井駅北口を奇襲点とする経路へ変更された。第4、北ルート、田梨駅多摩六都科学館花子金井駅線2016年4月1日の、 再編により、第4、北ルートとして新設された。新設された第4、北ルートの北芝久安停留所は、ルート再編の計画時点では両方向が停車予定で、停留所ポールまで設置されていたが、初班の理由により、田梨駅方向のみの停車となっている。停車しない、逆方向のバス停ポールは、そのままカバーがかけられた状態で設置されている。第4、 南ルート、田梨駅、芝久安運動場花子金井駅線2002年3月30日に、第4ルートとして、運行開始。2016年4月1日の再編により、第4、南ルートとなる。2016年改正路線、編集9、第2ルート、編集、第2ルートも参照東伏見駅方屋庁舎、方屋駅線2002年3月23日に、 運行開始。東伏見駅から、市東部の富士町、中町、東町、高野庁舎を経由して、高野駅に至る。旧、キャンバスの経路を一部引き継ぎ、駅間ルートに改善した。当初は、東伏見駅南口を起点としていたが、西部新宿線の踏切渋滞のため、遅れが慢性化し、北口始発に変更された。また、 東伏見駅から西武池袋線に行く場合、道路線を利用すると、高田の馬場駅経由よりも運賃が安い場合があるため、道路線を利用して、池袋駅に向かう旅客もいた。2006年10月、宝屋駅再開発事業に伴い、同駅乗り場は、駅西側の西武バス待機場内に変更されたが、2012年3月、宝屋駅再開発事業完了に伴い、 駅南口のロータリー内に変更されている。2016年4月1日、従来の第5ルートと路線調整、並走する一般路線バスとの競合を避けるためもあり、現行第2ルートに変更された。旧第4ルート、編集第4ルートも参照田梨駅玉六都科学幹線2002年3月30日に運行開始。当時は、 平日朝のスクールゾーン時間帯のみ、田梨駅、芝久安運動場で折り返し運転を行っていた。田梨駅北口田梨庁舎前館、三た分文社通り、芝久安二丁目館の西武新宿線の開かずの踏切による遅延や運転打ち切りなど、定時運行が困難になったこと、芝久安運動場玉六都科学館間の乗客が伸びなかったことなどを理由に、 ルートを大幅に見直すことになり、2016年4月1日の路線再編により、現行の南北ルートに変更された。第5ルート、編集、第2ルートも参照住吉、泉町循環2004年9月1日より、運行開始。2016年4月1日の再編で、新、第2ルートに統合されて廃止。2010年廃止路線、編集第3ルート、 編集東伏見循環東伏見駅南口から南部の伏見地区を経由して戻る循環路線。もともと便数も少なく五日市街道で一般路線と競合していることから、キャンバス時代の路線、編集法屋市コミュニティバスとして1996年に開業したキャンバス時代の運行ルート、西武バス場借人営業所が担当、法屋役所から、 東伏見駅を経由して、旧、豊屋市最南端の新町地区を結ぶ路線。キャンバスのルートは、花バス第2、第3ルートに引き継がれ、東伏見駅を境として南北に分割された上、それぞれ延伸されて、駅間ルートとなった。花バス開業時の第2ルートは、北側の東伏見駅豊屋市役所の区間を、豊屋駅南口まで延伸したもの。 その後2016年の路線再編により、第2ルートの奇襲点は、宝屋駅南口から、ひばりが丘駅南口へ変更されている。花バス第3ルートは、南側の東伏見駅新町の区間を、田無駅まで延伸したもの。キャンバス時代から、花バス第3ルートと同様に、新町6丁目小金井公園東新町5丁目の間が、ループ区間となっている。 水色を基調に大人から子供まで様々な人のイラストと花があしらわれた専用車が導入された。これは地域のネットワークを表現しており鮮やかで可愛らしいデザインは市民からも好評である。西東京市のキャラクター、イコイイナを描いたラッピングバスもある。全ルートで小型バスにより運行されるが道路事情や担当事業者の違いからルートにより 使用車種やサイズは異なっていた。また、各車両とも車番が屋根状に記載され、車椅子での乗車には、リフトやスロープ板を装備して対応していた。運行開始時は、ホ野ヤキャンバスで使用されていた車両も、花バス塗装に変更され使用された。当初は輸入車を含め多様な車種が配置されていたが、日本国内で生産されるバス車種の集約の影響も、あり。 車種は統一されつつある。西武バスでは2007年から、関東バスでは2016年から、国産小型ノンステップバスの日のポンチョが導入開始され、主力車両となっている。西武バスの車両は2016年にポンチョに統一され、初期のポンチョはすでに新型車への代替が始まっている。日のポンチョのショートボディとロングボディ、右側の1ドアショートボディが第一ルートで使用される。 1> 第1ルートには、車幅2メートル以内の制限がある区間が存在するため、開業当初に使用されていたオーストリア製のクセニッツシティ2は、全幅1.84メートルという特殊サイズで3台導入された。後面にスロープ板を装備した扉があり、車椅子はここから乗降する。第1ルート専用として使用され、側扉は、2007年6月、 車体幅が2メートルを超える日のポンチョを3台導入し、クセにツ車を代替した。一度アシャのため乗降方式は従来通り前乗り前、振りで車椅子も前扉から乗降する。通常は2台で運行し、1台は予備車となる。日のリエッセ2004年度導入車、助手席済み2007年以降はポンチョでの導入となった。運行開始時は、 国産小型バスの日のリエッセと日産ディーゼル RN で運行された。日産ディーゼル RN は2002年の花バス運行開始時に2台が導入された。リエッセは元キャンバスの車両を含めて以下の4台が在籍した。2007年3月キャンバスから引き継いだリエッセの代替でポンチョが導入された。これにより d s セは1台が除籍、1台は 予備車として残ったものの、翌年に除籍されている。2012年9月、ポンチョが導入され、初代車両の RN2 台を置き換えた。RN は除籍後、西部観光バスへ移籍したものもある。CNG 車のリエッセ1台が、2013年に開業したイオンモール東久留米のシャトルバス専用車に転用されたため、2013年3月時点では、リエッセ1台、 ポンチョ6台体制であった。2016年2月にポンチョが導入され、最後のリエッセ1台を置き換えた。第2、第3ルートでは専用車の点検時に、西部バスの一般路線カラーの中型車が、代走することがあった。第4、北ルートの車両三菱不装、エアロミディ ME 第1ルート用と同様、開業当初はクセニッツ製の車両が3台投入された。 全幅も同様であったが、車体長は少し長く前後に扉で、前乗りやと折り仕様であった。あと扉にはスロープ板を装備し、車椅子はここから乗降していた。クセニッツ車の使用時代、第4ルートで予備車が確保できない場合は、一般路線用の小型ノンステップバスや小型貸切車の日のレインボー RB もしくはリエッセが代走した。 貸し切り車が使われる場合は、案内、運賃収支の都合上、車掌が乗務していた。また、貸し切り車ダイソーの場合は、車椅子で乗車できなかった。2007年2月に、三菱不走エアロミディ ME が3台導入され、クセニッツシティ3を置き換えた。通常は2台で運行し、1台は予備車となる。2014年7月末より、稀に、 関東バスのムーバス専用車両が代走する場合がある。2016年の第4ルート再編に伴い関東バスでもポンチョの導入を開始した。2019年からは新規導入されたポンチョによりエアロミディ ME の置き換えが始まっている。ありがとうございます。